本来パターって4度とか大手のブルーショップ行くと聞いたことのないような国産のパターとかね、うん、いろんなパターを勧められるんですけど、6度0度とか転がりが良くなるみたいな、水あると当たった時と外れた時の差も少なくできたりとか、いろんなテクノロジーがあるんですけど、どう思います？私がありって言うと思いますか、骨董品にしようって言うと思いますか。長尺のメリット、デメリット、デメリットとすればバッグによっては上のチャックが閉まらない。確かに一緒に回ってる人に長尺やからやんって言われちゃう。皆様どうもこんにちは。こんにちは。カットビゴール塾の浦です。カイブです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、クラブ診断第81回目ということで、はい、今日81回目でもすごいね。75回目の投稿に、くださったコメントからお返事をさせていただきます。はい、今日はゲストに林パヨコさんに来ていただきました。よろしくお願いします。どうですか最近のクラブ事情については。自分のドラゴンのクラブしかありません。今お使いのドラゴンのクラブは何のクラブをどうやって使われてますか。先生が作ったシャフトを長くして使ってます。ヘッドは何使ってるんですか。シムツ。お、どうやって使ってるんですか。ウェイトを軽くして。わーすごい。ロフトは結局何度にしたんだっけな。8度を6度。はい、そうです。こんなうろ覚えでもなんとか覚えてるやつですけども、じゃあ読んでてもらっていいですか。はい、はい、発想の勝利さんですね。はい、イーブンロールのパターンについてお聞かせください。現在スパイラー X を使用していますが、右に抜けたり左に引っ掛けたりと安定しません。はい、先日パターンのフィッティングを受けたのですが、ロフトが2度でピン型のパターが合いますよということで、店員さんからイーブンロールの EV2 を勧められました。正直聞いたことがないメーカーさんだったので、何それと思ってしまいました。示唆しましたが、スパイダーより狙った方向に転がってくれました。決して安くないですし、購入するにも勇気がいります。イーブンロールのパター迷っています。アドバイスいただきたいです。よろしくお願いします。知りません私も。うそや、シナモンロールぐらいしか知りません。言ってくれます。えロールしか合ってないです。ごめんなさい、ロールしか合ってないです。ロールしか合ってないです。ありかなと思って。違います、違います、違います。 EV2 やったらワイドブレードですね。私気になるんですけど、プラマーが2度って、本来パターってまあ4度とか、はい、じゃないでしょうか確か。はいはい、この最近ね、はい、大手のブルーショップ行くとですね、聞いたことのないような、でも国産のパターとかね、うん、いろんなパターを勧められるんですけど、0度とか、そうあるんですよ。地面に当たりそう、転がりが良くなるみたいな。いや当たりはせえへんねんけど、低ロフトのやつが流行ってますよみたいな。低ロフトがいい理由みたいなのはあるんですか。まあ打った瞬間から地面に当たるから転がりがいいですよ、うん、と。って言い張るんですよ。本来4度ぐらいあるのが主流というか、今までは普通です、ね、はい、今もです。いや4度です。4度ですよね、はい、よっぽどロフトが寝て構えてらっしゃったのかな。もしほんまに合いますよって言うんやったら、うん、ビニュッと曲げたりする話、ちょっとこう、ハンドファースト気味に。イーブンロール売りたかったんでしょうね。イーブンロール自体を私初めて今聞いたんですけど、価格帯は7万5000円ぐらいかな。高っ。いいパターンやと思いますよ。僕全然欲しくないですけど、うん、パターに今日は辛口ですね。辛口でもなんでもない。こんな風に選びたくない。俺自分で選びたい。イーブンロールってめちゃくちゃいっぱいあるの。ネックも全部選べるの。すごい。ネックだけで6種類あるの、ホーゼルだけで。それめちゃくちゃいいじゃん。ちゃんとプロの人にカスタムしてもらった方が、もちろんこれ職人の店員さん分かってはるからいいと思うけど、スパイダー X 使ってて右抜けたり左に引っ掛けたりっていうことはですよ、インパクトロフトとか来角の角度の付け方が、言い方ちょっとあれですけど下手くそなんですよ。
それをクラブで良くなるかって言ったらならないですね。明らかにもうハンドレートで売ってるのがもう丸出しなんですね。でスパイダー X っていうのはソールが地面となるべく平行で動いて初めて効果を発揮するパターンではあるので、ハンドレートで売っていればそれは急にフェースが開いて右抜けたり、でくるんと回って左引っ掛けたって分かるので、ハンドファーストで打つ癖をまずつけた方がいいんじゃないのかなっていうのは正直、今の打ち方で変えたところで下手くそがちょっとマシになるだけの話なんで、今のパターンのままでハンドファーストでもうちょっと打てるようにロフトを自分で開かないように意識して練習をしてからイーブンロールのパターンを変われれば私はいいんじゃないのかなと思います。すごくいいパターンやと思いますよ。サイドフィッティングを受けてみるっていうのもありですよね、はい、そのいらないですけどっていうのはそのこのパターンがあかんからじゃないで、うん、私ここ手出すとねキーないんですよ、ね、いっぱいできすぎちゃうんですよ。そうやね、もうめっちゃ面白いね。そうやね、やりだしたら本当キリがない。そうやね、いけてるのよ。すごくすごくいいパターンやと思います。正直聞いたことないメーカーさんだったら何それと思ってしまいました。みんな思うと思います、うん、でもね、打った感じは良さそうみたいな感じはあったみたいで、うん、いいもんだって、うんうん、普通にいいです。あの、うんうん、やるいいです。うん、だからバキュンやば、お前のせいでわけわからん、なんかわけわからんパターンより。ダメです、今バキュンバキュンすぎてダメです。カットで。すごくいいパターンやと思うので、もうちょっと上手くなってからカスタムした方がいいんちゃいますかなと思います、はい、もったいないです。はい、はい、いいですね。続きまして骨折りジョニーさん、はい、浦先生、カットビゴルフ塾の皆様、いつも動画楽しみに拝見させていただいております。浦先生の厳しくも楽しいツッコミを。そんな激しいツッコミしたことないと思うねなんでやねん、お前ら言うてんねんみたいなないと思う、多分経験ないかな厳しく、はい、もう楽しいツッコミをいつも楽しみにしています、はい、パターについての質問になります、はい、めっちゃ字ちっちゃくて言いにくいやろ。そうなのよ、そうなのよ、おばあちゃんの老眼鏡で前にずずいって巻いてる、はいはい、前に行っても小さいのよ、うん、悩み&どうなりたいのか。え、あ、え、どういうこと、あ、OK、ごめん、え、どういうこと。いや、これまず Q&A で決まってんすよ。まずこういう父親のピンのアンサー、1970年代のものをもらいましたと。グリップはボロボロだったので交換必須と思っていますが、最新のテクノロジーが投入されているクラブよりもやらかい難しいでしょうか。使ってみた感じ、打感は確かに今使用しているものより硬く感じますが、嫌いじゃない感じがします。打感は今使用しているものより硬く感じます。はい、はい、パターだけは自分のやらしさを出してもいいと以前の動画でおっしゃっていたかと思いますが古いパターンでも練習場次第では使用するのもありなのでしょうか。それとも骨董品コレクションとして置いておこうがいいでしょうか。浦先生のご意見をお聞かせくださいと、はい、現在がテラメイドスパイダー X パターン変えたいねって言ってる人、スパイダー多すぎるスパイダーめっちゃ多い、まあね、長期間にわたって流行ってましたからね。そう、特に不満はないが少し短い気がすると。身長184cm、193cm、平均スコアが119。これどう思いますか。なんで硬いと思います。昔のパターンって素材ですか。違う、全然変わってない。製造方法ほとんど変わってない。進化はしてる。でも製造方向変わって鉄の素材柔らかくなる。ベース見てみ、ツルツル、うん、溝がない。そう、そうすると硬くなる。めちゃくちゃ硬い素材でも溝があれば柔らかくなる。タイガーも昔使ってたトレリウムっていうパターンあるでしょ。あれは少し打感が柔らかいんですけど、うん、ツルツルなんですよ、インサートで。へー、素材が柔らかいからツルツルなんですよ。GSS のツルツルのパターンを使ってますけど、タイガーのパターンは相当打感硬いと思いますよ。うーん、 GSS が硬いとおっしゃってる方結構多いんですけど、夢壊したら本当に申し訳ないんですけど、ジャーマンステンレススチールなんですよ。アメリカで作ったステンレスでも最後ドイツに持って行って最後ちょっと加工したらもうジャーマンステンレススチールなんです。メイドインジャパンの服、アメリカで作ってシンガポールで糸入れて最後日本でボタンつけたらメイドインジャパンですよ。ジャーマンステンレススチールは硬いねって言ってる人、 GSS 持ってる人ほとんどいない。私持ってます。溝です、結局。溝あると当たった時と外れた時も差も少なくできたりとか、いろんなペタクならずいがあるんですけど、どう思います。私がありって言うと思いますか、骨董品にしようって言うと思いますか。
明君どっちだと思いますか。骨董品の方じゃないですか。ああ、ボールとかのさすが時代によって違うんで。さすがもう分かってるね、これはアリです。全然分かってない。ただまあ軽いんですよ。特に、ね、1970年代のピンのアンサーなんて相当軽いので、ヘッドが鉛をねしっかりソールにねベタベタに貼りまくって重たくしていただけるとかなり使い勝手が良くなるんじゃないでしょうか。全然使用してもらっても結構です。ただ難しいとかはないんですが、テラメドスパイダー X の方が簡単なのは正直簡単なので、ベスト102ということですから100切ってからでもいいんじゃないのかな。ベストがね、はい、うん、全然使ってもらっても本当にマジで大丈夫です。最後、はい、全員最短でベストスコアいってもらいます。今すでに70代で回ってきたらもう80二度と打たないゴルフ、全員最短で70代。これちょっとね、DB でね、今、毎週、もう、これだけやっとけと。今週これだけやれっていうの毎週出してるの。新規の人はこれだけやれみたいなのは、まあまあ、進めたいんだけど、昔からやってる人たちが、よし、本気でやろうってなった時に、どこからしたらいいかわかんないと思って、黙って1週間これやる。ほんで、それやった先で、スピンが打てるようになったり。だって、愛ちゃんが6ちょっと打ててるから。すごい。ヘチコさんですね、はい、ドラコンに挑戦してみたいです。どうぞ。いつも楽しく勉強になる配信ありがとうございます。おいし。ドライバーが好きでそこそこ飛ぶようになってきた気がします。わら長尺を使ってみたいのですが、どのように選んでいいのか分かりません。おすすめのシャフトとヘッドがあればお願いします。ヘッドスピード50前後、マックス55、初速70から75、マックス78、ステルスプラス D リミテッド、フレックス X、フェードでミスはチーピンか右にストレートが出ます。ステルスプラスののも長尺にするか、ドラコン仕様で新しいドライバーを作るか検討中です。長尺にして初速が80超えればドラコンに挑戦してみたいと思っています。長尺で何か変わるかわからないので、長尺のメリットデメリットも教えてください。よろしくお願いします。はい、長尺のメリットデメリット、メリットとしましては、長くなる分アークサイズが大きくなるので働くエネルギー量は増えます。ヘッドスピードも上がりやすくなります。よって飛ぶ可能性があります。デメリットとすればバックによっては上のチャックが閉まらない。確かにちょっとこう、こうなんちょっと、なんでその顔こうなんで垂れ目なの。バックの上側を表現していく。いつもはこうこれがやっぱ朝食になってこうミート率は著しく落ちる。ドラコン用のドライバーにする分、ロフトが立ってるものを使わなきゃいけないので、アッパーの角度がつけられず足りないので、普通の練習場の T では打てない。相当高くしないと打てないっていう点と、もしこれをラウンド中に使用して飛ばした時にです、一緒に回ってる人に長尺やからやんって言われちゃう。確かに、うん、私は昔ドラコン競技に出てましたけど 46.5 インチでしたよね。そうだね、昔はほら48まで大きいから、48も使ってたよ。けど買ってるやつ全部 46.5 のやつ。慣れてしまって。あとステルスプラスのまま長尺にするかドラコン仕様ということですけども、論外でございます。ドラコン向けのヘッドではございません。 T オリーブさんからさ、 5.5 のドライバー入荷しました、うん、5.5 度のドライバーが届きました。コブラのねエアロジェット LS のドラコン仕様の 5.5 度が届きまして、45.75 インチのシャフトで打ってみたんですが、球が上がらない。スピンが200とかになるということで、これめちゃめちゃいいです。ドラコン仕様、ただそれはそれだけの高さを上げられることが前提にはなってくるので、大手のメーカーでドラコン専用のヘッド出してるって言ったらコブラかキャラウェイぐらいなんですよね。基本的には長尺になってくるとシャフトのしなりも増えるので、スピンも増えやすいので高さを出しやすくなります。そういったメリットはもちろんありますんで、ステルスプラスのまま長尺にするなんていうのは論外ですので、ちゃんとドラコン用のヘッドを買ってもらって、それに合わせて長尺にしていくのが一番いいかなと思うんですけど、今わざわざね48インチっていうのを作ってるブランドがあんまりないんですよ。ね、ドラコンでもし出たいなら今そんなに長尺じゃない。試合によるね、普通の一般インチでやらなあかんやつもあるし、世界ドラコンとかって48インチやし、
ドラコのシャフトに関しては本当に振り加減によって随分違うので、これっていうのはないです。ただドラコン選手が使ってるからっていう選び方はマジでやめてください。全く違いますから、あの人たちは振り方が。それこそ俺もドラコン出てた、そこそこ成績はあったやんか、けど同じようなセッティングで同じような練習の仕方してんのかって言ったら、体格も何もかも違うかったやろ。参考に全くならないんですよ。なんでできる限り軽くて長いものを自分の中で探してみてください。今 D リミテッドのフレックス X 使ってるってことは、48インチまで伸ばすとトリプル X までは使えます。全然使えると思います。だそうなってくるとグラム数も重たくなって、そこはちょっと考え方かなと思う。ドラコンってね、何が面白いってメーカーさんからもらえる人はいいですよ。もらえる選手なんてほんま一握りしかいないんですね。成績出てても自分でお金で買ってるから。そういう人たち何が面白いって、いろんなシャフトを買って使ってみるっていう、このシャフトなんですけど、ああこれちょっと服やろうとか、情報交換の場にもなってるよね。情報が乏しいからこそみんなで集まって情報交換しようよの場やったから、ドラコンっていうのは手探りでやり続ける業界です。冗談抜きでね、冗談抜きでマジですごい面白いですよ。ぜひチャレンジしてもらいたい。あの人はどんなティーの高さで売ってるんかなとか、自分と体型の似てる人探したりね、それだけでも勉強になるんで、その辺を参考にされてみてはいいんじゃないでしょうか。ドラゴンのシャフトでこれがおすすめですっていうのは正直今あんまないです。ヘッドも随分違うんで。ただこのエアロテックの LS のドラゴン仕様に関しては、私は TO リブさんに今回お願いしたんですけど、 TO リブさんの方でいくつか在庫あるはずなんで、まだこれ動画出るときまだあるかな、分からへんけど、問い合わせしてみてください。めちゃくちゃいいですよ。さっきちょっと時でやれ飛んでたよな。いや飛んでました。うん、めちゃくちゃドロップしてるのに、ええー、ぐらい飛ぶから。じゃあちょっと多分上がれへんと思うだ、ほんまに。言っていいよ。多分上がれへんと思うで、マジで。これで上がったらもう全然どうぞ持っててください。あ、ありがとうございます。多分シャフトとか飛ぶと思うね。ロフト立ってるクラブ上げるのほんと大変だから、ね。そうよね。いかにロフト立ってるものをいかに勝ち上げるかっていう業界なんで、なるべく立ってるものを買ってください。立ってるに越したことはないです。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。各種 SNS 概要欄の方からチェックお願いします。さあ、5.5 ドルと一つ上の男、もう一つ立ってる方がいいな。じゃあわあ、すげえ。先に言ってきますね。これできるんだったらピンが打てるようになります。こちらでも、女の人でも。女の人でも打ってます。これがだ、ゴルフ上手くなる最短最速の練習や。これを覚えてしまえば、道具ってこうやって動くんや、道具ってこういう風にボールにコンタクトするために、体のポジションの位置取りって最初にこうやってするんやっていうのが決まってくんのよ。コブラのね、エアロジェット LS のドラコン仕様の 5.5 度が届きまして、いい顔してるし、俺エアロジェットダサいって言って逃げてきてんや。選択肢も入れてなかったんや。 5.5 度打ってみてびっくりしてんけど、これ飛ぶな。多分飛びますよ。飛ぶ。普通にいいな。ちゃんと進化ある。おや。見えてない、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 見えてない。誰が G メンの目の前で万引きするやつ。なあ、G メンって書いてるやん。え、でもこういう風に名前書いてます。どこに？かよ。コブラや。コしかあってない。かよコブラ。かわしいわ。うわーしゃー、かわかわかわ、どっちだろうか。それはそれだけの高さを上げられることが前提にはなってくるので、ドラコンのメーカーの、そのザ・ドラコンメーカーの丸見え、覚醒じゃないね。そのみんなにその舌隠してとこ映ってないから、わけ分からへん。その君がこの脇の下と足の裏に隠してドライバー黙って持って帰ろうとしてるネタが映ってないね。俺がちゃんと説明せんと。残念。